ようこそ我が伊達氏発祥の地へ。我がふるさと伊達氏は歴史のロマンあふれる素晴らしきところじゃ。今日は小佐宗が皆をおもてなしいたす。皆の者、ゆっくりと伊達の魅力を堪能していかれるがよい。伊達の力は伊達じゃない。戦国時代、独眼竜政宗として天下にその名を轟かせたこの伊達政宗のルーツが伊達市にあるのはご存知かな。1189年、源頼朝の奥州征伐の際に功を挙げ伊達軍を賜った。ここはその時の城跡じゃ。それを機に姓を伊達と改めたのが伊達氏の始まりなのじゃ。そうそう、柳川には京の文化の影響を受けた庭園も残っておる。他にも17代政宗が戦勝祈願に訪れた柳川八幡神社など、伊達氏にはゆかりの史跡が数多く残されているのだ。伊達氏の足跡をたどる旅はいかがかな。やや、これは何の音じゃ。殿、 SL でございますよ。おお、そなたはメゴ姫。伊達市内には家族で楽しめる場所がたくさんございますのよ。おお、そうであったの。ここ柳川希望の森公園は、春は2000本の桜の下でお花見、夏はあふれる緑の中でキャンプ、そして秋には紅葉をめでながらの芋煮会と、皆様で楽しめるアウトドアの中ですのよ。みな楽しそうじゃの。殿、公園内にある産業伝承館には農家レストランもありますわ。伊達の文化に触れながら自慢の郷土料理もいただけますのよ。うまそうじゃ。他にも月立花工房、霊山交際館や小原総合公園など、皆様のおもてなしができる施設が揃っております。そう、おもてなしといえば伊達の果物は欠かせんの。果物は伊達市の自慢じゃ。中でも桃のみずみずしさと甘さといったら、うひゃー、あんぽ柿の上品な甘さもおすすめですわ。秋には軒に吊るされた干し柿がまるでオレンジ色のカーテンのようで、なんとも風情がありますね。殿。うむ、ところで皆が楽しめるイベントはどうじゃ。はい、毎年開かれている桃の里マラソンは全国各地から見客が駆けつけています。これは霊山太鼓祭りじゃな。江戸時代から続くと言われる霊山太鼓の共演は見事なものだ。こちらは愛宕神社の例大祭で披露される伝統芸能、箱崎の獅子舞です。そして小原町のお祭りはつつこ引き。引き合う俵に入った餅を食べると1年間健康で暮らせるのじゃ。伊達の春は桃源郷と言われるように花の名所も数多い。花巡りを楽しむこともできるのじゃ。これは霊山の紅葉、見事じゃ。さて、皆への土産物は。抜かりはあるまいな。伊達といえば昔から上質のニット製品が有名ですわ。ここ観光物産協会にはニットをはじめ
伊達の自慢の特産品が何でも揃っていますのよ。ほら、お、これは見事じゃ。よし、準備は万端だな。皆の者、心を込めて全力でおもてなしするのだぞ。よし、えいえいおー。伊達市は福島県の北部、宮城県との県境に位置しています。車でお越しの際は東北道国見インターチェンジが便利です。 JR は東北本線伊達駅が最寄りの駅です。阿武隈急行線は伊達市内の各駅をご利用ください。伊達市の詳しい観光案内については伊達市観光物産協会までお問い合わせください。